は酒井宣洋選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。大宮での3回目のキャンプになりますけど、キャンプはいかがですか？まあインフルエンザにかかり辛い第1次キャンプを終えて2次キャンプ元気はつらつやってます。チームは結構メンバー入れ替わったりしましたけど、雰囲気とかどうですか？まあ結構みんなすぐ溶け込んで、もともといる人も、ウェルカム精神で楽しくやれてます。シーズン始まる前のオフはどんな過ごし方をしたんですか？まあ家族で旅行行ったりゆっくり過ごしました。まあ、キャンプの合間の2日間僕はありました。それはそれは、どんな過ごし方を、まあその時はまだちょっとインフルかかってたんで、インフル組で元気なやつで行けるところを散歩してました。そうです、はい、沖縄の、まあ、市内で。そうですね、はい。ちょっと開幕に向けて、意気込みをお願いいたします。まあ全員で力を合わせて、開幕まず勝利そこを目指して頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れー